教えて知ってる人はいどうもごまみれですえーペレットってあるじゃないですかまあカンツリやっとらん人からしたらねえなんのこっちゃって思うけどまああのー、なんだろうニジマス用の餌ですはいあのー、やっぱりねあのー、池におるねえニジマスたちはさ その池,池の中の範囲が限られてるからさ、ね、毎回毎回虫が落ちてくれるわけじゃないし、だから餌あげないと腹減って死んじゃうんすよ。うん、だから管理人さんがね、1日に、ね、1回の場合もあれば2回、3回とペレットを撒いたりするわけですよ。うん、それに対してやっぱりね、ルアーには反応せんけどペレットには死ぬほど反応したりするんですよ。うん そういうのがあって、このね、ルアーのカラーにも、このペレットカラーっていうね、えー、鉄板のやつがあるわけですよ。うん。めっちゃ釣れるんですよ、やっぱペレットカラーは。でね、思ったわけ。ペレットって基本的に、ほら、この川場キングダムの、ね、あのペレットなんかこれ、茶色やけどさ、ね、濃い茶色だったり、薄い茶色だったり、場所によっては緑とかもあるんかな。 ね、だからこういうペレットのこの色になっとるわけでうん例えばこのペレットをさなんか食品系のねあのなんかやあの着色料で赤とか緑とかオレンジとかねそういうのに着色できたらねそれを巻くわけやろ餌としてでこの色のものは 食べてていいいんだなっていう、うん、ペレットもそうでしょこの形このサイズこの色の、えー、ものは餌だから、ね、ルアーじゃないから食べていいんだっていう認識があるからこそペレットカラーってのは食いつきがいいわけじゃないですか。じゃあルアーの色をそのねあれするんじゃなくってペレットの色を。 カラフルにしたら、それがすり込まれとるからさ、ガンガン食ってくるんかな。どうなんだろうどうやと思いますねえ、餌だからね、例えば赤とかね、青とかオレンジとかのペレットわーって投げてね、カラフルなペレットが空を舞うわけですよ。で、魚がわーってね、あ、この色は食べて OK、この色は食べてケ、OK、ーみたいな感じで、うわーってみんな食いつくわけじゃないですか。そうなった時にねえ、 あの同じ色のルアーを投げたらさあ赤色パクいててててみたいな感じになるんじゃないかなそうなるとねやっぱねなんだかんだでエリアトラウトって渋くなるじゃないですかね同じ魚たちだからさ、ね、渋くなって釣れなくなるじゃないですかけどそれがある程度解消されたりするんじゃないかなって思うんですよねどうなんだろう 2、うん、つなんですよ。可能性は1つ,、うん、つ目はめっちゃ釣れるか、うん、めっちゃ釣れる。ねさっき言ったようにねその色に対して反応してくるからめっちゃ釣れる場合っていうのと逆にねあれもこれもねあのなんて言うんだろうあの色もこの色も食ったらダメだっていう警戒心が働いてペレットすら食わんくなって。 あのー、力尽きて死んじゃうか、うん、極端にその食うか、極端に擦れるか、多分どっちかと思うんですよ、うん。ちょうどいい感じじゃないと、予想としてはね。どうなんでしょうね、けどやっぱりペレットってね、あのー、消費っていうか、ね、やっぱ管理釣り場がでかければでかいほど、いっぱい、なんだろう、買ったりね、せなあかんわけだから、色つけるとやっぱり値段上がるし、 そういうのって何なんだろうないんかなそれともペレットの業者がね、そんなこと気にしてないからやってないんかな,なんかそういうの実験した人とかっておらんのかなカラーペレット。ねパブロフの家いじゃないけどそういう習慣づけみたいなことをしてさ。ねこの色なら食って大丈夫みたいな。そしたらもっとカン釣りがさ、魚の釣れる場所になるかもしんないじゃん。どうなんだろうなんかそれね、聞いたことあ,あるとか、試したことあるとか、 うん、そういう方なんかもし知ってたらぜひとも教えてほしいんですよね。うん。結局ねあのー、ねペレットペレット型のルアーとかこういうペレットルアーってさ場所によっては禁止されるんですよ釣れるから。うん。そればっかにしか食ってこんから。うん。つまりそういうことでしょ だから普段の魚の飼育の段階からこの色は大丈夫この色は大丈夫っていうのをすり込んでしまえばもっとねなんかルアーにもなんだろうそのサイズをチンチクリーンにせんでもねある程度反応してくるんじゃないかなどうなんだろううーんペレットまあ、ね食っとるもんやからね例えば俺たちがさね ご飯食べるじゃないですか白米を食べるじゃないですかねそこにねあのー、なんだろうプラスチックのさ同じ米粒サイズのねプラスチックのもんが入っとったらね多分食べるでしょ <laughs> ねね見た目が一緒ね色形が一緒だったらさ 例えば、それこそ何だろう、なんかそういう番組あったねか、何やったっけ、これはなんか、なんだろう、これは何だったっけな、アスファルトで作ったもの、コンクリートかなんか木材で作った食べ物か、それとも本当に食べ物で作ったあのお皿だ,のお皿だとか、なんか、なんかそんな感じの、なんか嘘か本当かみたいな見極める番組を前、ちらっと見たな、なんかで。うん 石で作ってあるお皿か、その、チョコレートで作ってあるお皿か、みたいなのを、実際に、あの、かじって、確認してるみたいな。石だったらガリってなるし、チョコだったらおいしいし、みたいな、うん。そんな番組あったな。それと似たような感じでさ、ね、成功にさえできとれば、できとればっていうか、まあ、そんなになんか人間みたいに頭が使う生き物でもないから、うん。 大体、まあ、色と形やろうねやっぱ一番は色と形、うん、形はさすがに無理かもしれんけど色に対してやっぱりがっつりマッチさせることによって釣れるんじゃないかなと俺は思うよねうんでもこういうのって多分誰か実験しとるよねだってこんなこと思いつくなんてねもうすでに通った道でしょ <laughs> ねえすごい気になるんだよねけどなんかざ,ざっと調べた時にさ そういうのがなくてさ、うん。検証結果みたいなやつうん。まあ、それはね、巻く、巻くやつはおらんよね、そんなね。自分とこの管理釣り場を経営しとるんだったら、実験的にやるかもしれんけどさ、ね予算値の管理釣り場で、そのことさせてくださいって言ってもさ、ねダメだよ、みたいなことになるじゃないですか。ねそれともまたもう一つあるかな。あのー、魚に色つくんかな、やっぱ。ね海遊の魚と樹の魚ってさ、海とかもそうだけどさ、色違うじゃん、食っとるもんによって。 うん、けど結局ニジマスとかってさね茶色のペレット食っとっても茶色くならんねえかそれは着色料が入っとらんからかなどうなんだろう、うん、もしかしたらなんかね赤みがかったニジマスとか <laughs> 生まれるかもしれんねピアノじゃんオレンジがかったらピンク、ね、黄色がかったニジマスみたいなさ <laughs> 病気じゃないです黄色のペレットばっか食べてるからなんですみたいな <laughs> そういうことってあるんじゃないかなどうなんだろううんまあなんかご存知の方おったら是非ともあのお聞かせいただければなと思いますはい以上コアメリーでした、うん